日本近畿地方京都府京都市東山区宮川町、宮川町宮川町は京都市東山区に位置しており、宮川筋2丁目から6丁目までが花町である。宮川町門章出雲の奥にの歌舞伎踊りの時代から始まり、当初は遊女が接待をしたり、若手歌舞伎の小屋と茶屋が立ち並び10代の少年が接待をしていた花町だった。江戸時代頃には、 売食主導専業の若手茶屋も集まった。その後は、江戸の三大改革による度重なる風俗取り締まりで、若手歌舞伎や影間茶屋も打撃を受けた。明治、大正と1958年の売春防止法施行までは遊郭であり、今でも遊郭時代の建物が残っている。2017年現在は、芸妓一筋の花町で、毎年春には、 呂踊りが上演される。舞妓数は、祇園後部に続いて20人以上の大きい数を誇っている。舞踊の流派は、明治以前は、篠塚流、それ以降30年ほど前までは、梅本流であったが、現在は、若柳流が主流である。1999年、宮川筋3丁目から6丁目の一部、 西五門町にかけて、四町南歴史的景観保全集計地区に指定された。2003年、宮川町芸技副用、君時期、千鶴の3名が、宮川町初の若柳流名取となった。2006年、株連れん城改築工事で休園されていた芸技の発表会である、水江会が31年ぶりに復活した。2020年10月30日、 宮川町下ブレン城が老朽化のため隣接する旧新道小学校跡地の再開発とともに改修することが発表された。詳細は東山城式芸学校参照。ありがとうございます。